適当に適当に。I expect a miracle every day.
今日あじゃあ今日は皆さんいいなと思ったりとか頑張れって思ったらひょひょって言ってくださいでそれはねえだろうと思ったらひょって言ってくださいはい、あれゴスペルナイトってこんなんでしたっけもうちょっと違う、はい、じゃあ続いていきたいと思います。あのゴスペル好きは結構みんな大好きな曲ですね。多分私がゴスペルナイト初めてこうなんか自分であのリーダーというかみたいな感じでやった時に一人で歌ったかなこの曲と思います。とても好きな曲なんでその時も歌ったかなと思うんですけど、私が神様のことを思う時っていう曲いきたいと思います。思う時にあることをせずにはいられないんですね。あることをせずにはいられない。それが何かというと、ハレルヤーって叫び声を上げずにはいられない。ハレルヤーっていうのはね、賛美しますという意味なんですけど、神様が自分にしてくださった良いこととか、まあ、いろんな歩みを思うときに、まあ、叫ばずにはいられない。私一回本当にそういうことがあって、一回じゃ何回もあるんですけど、あの美容院で髪の毛切ってもらうときにもらってるときに、私結構パーマとかカラーとかよくするので結構長い時間座ってるんですね。そのときに頭の中でいろんなことを思い巡らせていたら、その場でハレルヤーって言いたくなって、最近の便利ですね、あのSNS で静かにハレルヤって叫んだんですけど、 Facebook とかに叫びたいみたいな。本当にあの本当に頭の中で思い巡らしてるだけで、突然ね、別にシーンとしてる時でもハレルヤって、もう感謝の気持ちが溢れてきてハレルヤって叫びたくなりますね。なりますね。今も叫びたいですね。叫びますか、ハレルヤー。ハレルヤー。When I think about you, when I think about you.
Trying to pray, but where are you?
何持ってこうって考えても何も用意できないんですよね。
砕かれた心だったらある砕かれた心、パリンって砕かれた心でさ、ね、ブロークンハートね、砕かれた心だったらある、それでいいって、それがね、実はね、神様一番喜ばれるんですよ、うん、あ、だからってなんかいじめてるわけじゃないんですけど、私たちを。だけどちゃんとそれを正直にね、正直にその砕かれた心のままで、ボロボロのままでも、その何て来てくれるってことを本当に喜んでくださる王様なので、それだったらある、それだったら王様のとこに行けるっていう感じです。はい、ひょひょ、今日も持ってきました、それね。ここ目に見えないけど、ここに神様一緒に行ってくださるので、今日も持ってきました。で、それ精一杯、自分のできる精一杯で歌を捧げていきたいなと思います。それでは個人戦に入ってまいりたいと思います。ちょっと久しぶりに帰ってきたんですけど、ちょっと最近よく歌ってるので、しかも昨日も歌ったので、昨日に引き続き来てくださってる方ありがとうございます。昨日は今池の方でライブをしておりました。引き続き同じ曲歌うので、同じ話も聞かされるかもしれないんですけど、一曲ミーシャの曲を歌いたいと思います。ひょいひょ使いこなしてる半分ぐらい聞いたことない、聞いたこと、曲は聞いたことあるかもしれないですけど、紅白歌合戦ってあるじゃないですかね。私あんま最近見たことないんですけど、うちテレビがないので見ないんですけど、でも去年の紅白歌合戦で、ミーシャが歌った曲ですね。これをですね、ある牧師先生が、1月になんかミーティングがあった時に、ミーシャの歌った歌聞いたって言われて、聞いてませんって言うんですけど、あれ僕ゴスペルだと思うんだよねって言って、でゴスペル歌ってたんですか、いやゴスペルじゃないんだけどゴスペルだと思うんだよねって言って、いう話を聞いたので、帰り道に早速アップルミュージックで聞いてみたんです。でそうしたら、なるほどねっていう曲がありました。だから私ちょっとゴスペルのつもりで歌いたいと思うんですけど、私にとってはゴスペル、そんなつもりで歌いたいと思うんですけど、私たちの心の中には、心の中の形の話です。有名な言葉で、私たち人間には神様しか埋められない心の隙間があると。物理学者のパスカル、会ったことないですけど、そりゃそうですね。会ったことないですけど、という方が残された有名な言葉があります。なんかね、隙間があるとかね、心の隙間って言ったりしますけれども、いろんな隙間を埋めようとして楽しいこともたくさんあります。音楽もね、そういう心の隙間って埋めてくれるし、本当に楽しい気持ちにさせてくれると思います。友達と語り合うこともそうだし、いろんなことが私たちの心にある隙間を埋めてくれるんですが、どうしても埋まらない、自分が。それはね、神様しか埋められないって言います。私はこのゴスペルっていう音楽に出会って、その隙間を埋めていただきました。埋めていただいただけじゃなくて、もうなんかそこから何やら溢れています。だからこうして、歌って、その溢れたものを皆さんと、分かち合えたらなと思って、こうして歌わせていただいてます。というわけで、よく知ってる方はもうあの曲かなと思ってくださるかもしれないんですけど、 あとね、大好きだよって言葉がたくさん出てきます。大好きだよって、あんまりね、大好きだよっていうキャラじゃなかったんですけど、今日産休明け一発目なんですけど、今年3月に息子が生まれまして、一生分の大好きだよを言い続けております。100万回大好きだって伝えたいって出てくるんですけど、100万回きっと余裕で超えると思います。これからね、大好きだよっていいなと思います。大好きだよって言えるのって、だから他の人にも言えるようになりましたね。大好きだよ、いやいやみんなもちょっと行ってみましょう。皆さんも行ってみましょう。隣の人に3、はい、大好きだよ、もう喋らんでいいって感じですね。どうも、歌います。はい、愛の形。いつの間にか君
紹介したいと思います。そんなこんなで皆さんと楽しく音楽をさせていただいて
て幸せ者だなと思っています。皆さん今日は本当に聞いてくださってありがとうございます。ですね、私が選んだ曲は勝利者という曲なんですね。日本のゴスペル、ブラックゴスペルっていうんじゃなくて、本当にキリスト教会の音楽をもう一つの時代を立て上げたミュージントがいるんですけども、小坂忠さんという方が作られました。これは実はですね、オリンピック の, マラソンの選手が本当に途中で、もう脱水状態になって、今なら多分ね最後まで走れなくて危険になってしまうかもしれないんですけども、1980年代のことで、彼女はですねもう意識朦朧としながら、こう最後の最後まで諦めずにこう走ったんですね。そして観衆たちは彼女がゴールするのを待って、彼女が本当にもうフラフラになって、その最後のゴールのところにちょっとね来た時にもう大歓声で彼女を迎えたっていう、とっても有名なオリンピックのあるシーンがあるんですけども、それを見た時に小坂忠さんが勝利者って一体何だろうって考えたんですね。その、レースはねもちろん彼女は負けたんだけど、どんな状態になっても絶対にこう諦めないで前に進んだ、そんな姿に感銘を受けてこの曲が生まれたというエピソードがあります。実はですね、私のもすごく今ちょっとこれなんてタイムリーなんだろうと思ったんですけども、この金曜日にですねある方をお見舞いに行きました。実はですね2年前にその彼女は同世代で女性で、本当に私と同じ時期に実は腫瘍が見つかったんですね。で一緒の時期にこう検査を何回もして、そして私の場合は良性だったんです。そして彼女は悪性だったんです。で2つ分かれたんですけども、私たちの道は。そしてついについに今2年ちょっと経って、彼女は末期になって、その金曜日にですね彼女のご両親が来て、彼女ともう喋るのならばこれが最後だからって言われて、私は急いで仕事を終えて彼女に会いに行きました。本当に彼女と祈っていたんですけども、彼女が本当にこのレースをよく頑張ったなって思います。彼女は私と一生懸命喋りながら痛い痛い痛いって泣いてました。でも最後まで最後まで彼女はありがとうって、本当に最後に私も彼女のために祈ったんですけども、彼女は私のために祈ってくれたんですね。私も考えました。勝利者って一体何だろうな。どう彼女は病に負けたと私は思っていません。走るべき道のりを勇敢に走り抜いた本当に素晴らしい競技者です。そして私は友として、そんな姿の彼女を本当に誇らしげに思って、今日はですね彼女にこの歌を捧げて歌わせていただけたらなと思います。皆さんどうぞ聴いてください。勝利者。君が
私も大好きです。そうです、そうです。本当に素敵な曲です。では、私はですね、先ほども瀬賀さんがおっしゃってたように、私もこの曲、ドゴスペルといったらドゴスペルじゃないんですけど、私にとってはゴスペルかなって思う曲なんですね。アレサ・フランクリンやケロル・キングがよく歌っていた You Make Me Feel Like a Natural Woman っていう曲が、もうすごく有名な曲なんですけれども、今まで全然聴いていたしいい曲だなって思ってたんですけど、自分であまり歌ってこなかったんです。でも今年ちょっとある方がオールキャロルキング祭りっていうライブをされてた方がいまして、大阪の方で、その方に私はもう心を打ち抜かれてやっぱいい曲や、自分もやっぱり歌っていきたいなと思ったので最近歌っております。なぜゴスペルかっていうとですね、この歌詞にこう外を見たら本当に雨がこう降ってたり、本当に心もあんまりこう暗くって、あんまりもうなんだけれども、でもあなたと出会って私は変わって、あなたが私の心を明るくしてくれて、あなたが私をこう本当に素直な女性、まあ、ウォーマンって書いてあるので歌詞はウォーマンなので女性って訳した方がいいのかもしれないんですけど、私は本当に神様と出会ってとっても自分の人生が変わりましたし、本当に心が暗い時期も、時期というか、いやでも本当にあったんですよ。もうここに眉間にシワが寄る、まあ、歌ってる時は私はここに眉間にシワ寄ってるんですけど歌ってない時もいつもこんな感じで、すんごいなんかいろんいつもなんか難しそうに考え事をしているような時期も実はありまして、でも本当に神様が私の心を明るくしてくれて、そしてありのままでいい、素直な今のこの自分でいいっていうのを教えてくださって、そのままでいいんだよ、そのままでいいんだよっていうのをすごく認めてくださって、愛してくださって、そんな方がゴスペルで歌っている神様なんですね。なのでこの曲を深く
知れば知るほど私にとってはゴスペルソングだなと思っています。では歌わせていただきます。さんがピアノ、キーボードを弾き、そして今日ここに立っていた3人のシンガー、そしてもう一人キーボーディスト、ピアニストのリコさんという方が実はいらっしゃいます。ありがとうございます。この5人、今日はやれ声が立ってるこの5人でライブ、そしてそのライブの後にアーサー・ホーランド牧師先生なんですけれども、本当に力強いパワフルなメッセージお話をされる牧師先生が、普段は東京にいらっしゃいますよね。
それがあの名古屋になんと来てくださるという本当に貴重な機会でございます。皆さんよかったらぜひ覚えてあの足を運んでいただけるととっても嬉しいなと思います。そのですね、今日はちょっと特別、皆さん特別ですよ、特別にこの共に演奏してくださいますビコさんに1曲演奏と歌を